んこんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスをしている私たちラクサスが実際にバッグを使ってどのくらい物が入るのか、サイズ感はどうなのといったバッグの詳細について紹介しているチャンネルです。今回は過去にもご紹介したことがあるメゾンマルジェラのグラムスラムをさらに深掘って解説していこうと思います。グラムスラムはサイズが複数展開していて、大きく分けてラージ、ミディアム、スモール、マイクロの4種類展開になっています。その中でも一番人気なのが今回ご紹介するスモールサイズです。スモールという名前からするとすごく小さいものを想像する方も多いと思うんですけど、見ての通り結構大きめです。どれくらい荷物が入るかは後でご紹介していこうと思います。このバッグは2018年の春夏シーズンから展開されています。4年前なのでまだ新しい方じゃないですかね。やっぱり一番の特徴といえばこのモコモコの手触りです。素材にラムスキンが使用されているのですごく柔らかくてめちゃめちゃ手触りがいいんですよ。ツルツルした感じとはまたちょっと違うような、なんか本当にラムスキン特有の柔らかさがあります。こんな感じで枕のように抱えるとすごく心地いいです。この正面にはメゾンの革タブがついています。マチは結構大きいめです。ストラップがついているのでこう肩掛けとかだったりクロスボディ、あとクラッチバッグとしても使用できるのでスリーウェイですね。見てください、このストラップ、ここがクリアになってるんですよ。めっちゃおしゃれじゃないですかこれ。ここにもあの革タブと同じデザインが入ってるんですよ。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。ストラップは3段階調節できるようになっています。で、ファスナーを開けると中はこんな感じです。こう背面側にファスナー付きのポケットが1つついています。で、中は結構広めですね。クラッチで持つとこんな感じです。すごい、めっちゃね、本当に抱き心地最高なんですよ。かわいい。もうこのままこうやってからなんか歩きたいですクラッチで持ってもめっちゃおしゃれですよね。パーティーとかだったりそういう時にでも全然使っていただけそうです。ストラップをつけるとこんな感じです。またね、こうさっきと雰囲気が変わりますよね。ショルダーにすることでちょっとカジュアル寄りになりますね。これはこれでね、めっちゃ可愛い。やっぱりこう、まあモコモコっていうとね、まあこれから冬になるので、こう秋冬の服とかにもめっちゃぴったりだと思います。では中にこちら入れていこうと思います。大きめのものを入れてみたんですけど結構ぴったりな感じです。ポーチに厚みがあるので、このポーチがもっとちっちゃかったら iPhone とかだったりもうちょっと小さいものを入れれそうです。これだけちょっとあの綿が入っているので中の容量は小さめなのかなって思います。こんな感じです。こんな可愛いバッグもラクサスではレンタルできるので、ぜひ概要欄の URL からアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したバッグの他にもラクサスにはエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンをはじめとしたブランドバッグが約4万点ありますので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。